さあ青コーナーより麻生宗宗男優勝。さあ今回は水系でやってきた伝統派空手 MMA、 さまざまな格闘技の結晶を独自にミックスし後剣を名乗る、トリッキーすぎるファイトスタイルの印象があまりに強いが、豊富なオープンフィンガーグローブの経験と元ディープキックアンダー55キロ1位の実力を持つ、いろいろな意味で波乱を呼ぶ変態。ディープ1位ですか？ディープキックですね。ディープキック1位ですか？そうなんです。もともと MMA もやりながらキックもやって、どっちかというと伝統派からって出たいな。そうなんですね。ほんでだいぶトリッキーなんです。そうなんです、はい、スピードには本当に定評があります。スピード速いしトリッキーな動きですね、はい、蹴り技もなんか駆け蹴りとかも、はい、面白い選手。さあエンターテインメントも抜群なこの鳩宗宗男。またこう完全にムエタイスタイルで、そうです、だからもう全く真逆な、はい、噛み合って早く終わるか、噛み合わなくてそのまま行くか。ああ、なるほど。ムエタイと空手だったらムエタイの人の方がやりづらそうだと思います。空手だと結構関係なくガンガンいけそうなんですけど、ムエタイだと結構ペースがゆっくりなので、そうですね、そこがどうなるかですね。うん、さあ野原新入場ムエタイファイタークラブ演習会代表、前回の豊洲では見事 KO 勝利を収めました。だから1回目タイ人でやってるんです。ああそうなんですね。で、まあ、負けて、でこの間はまあ日本人同士で勝って、はい、でこの3戦目まあ、鳩宗君とやって、はい、どのぐらいの実力出せるかで大体の位置ぐらいが分かるかなみたいな感じですね。うちの乱太郎選手もやってますね。はいはい、すごいタイの盾も入っててすごいです。そうですね、チームみたいなんですね。ムエタイを表現するっていう意気込みがもういつでもインスタグラムで常にもう投稿していて、はい、本当にムエタイが大好き、ムエタイを愛する日本人マックモエです。あの背中に入っている映像、はい、タイのお坊さんとかがお祈りしながら入れてくれるやつなんです。本物かは分かんないんですけど、うん、もしタイで入れたら本当にそうです。デザインとか見せたら日本でもやってくれるところあると思うんですけど。ああそうなんですね。でもそんなんやったらどうせやったら俺絶対タイで。そうですよ、ね、ですね、はい、ですね。お尻が出てる。そうそうなんです。ハトムネ選手お尻出てるんですよ。ハトムネ選手は常にこうエンターテイナーで、ただこの強さとのギャップがすごいです。本当にナック萌え野原慎。鳩宗選手はフィジカル強そうな体してますね。そうですね、フィジカル強いし柔軟性ある、柔らかいですね、スピードがですね。さあ会見では中の女王と言っていたこの鳩宗村を、結構一発もあるんですか？そうですね、ありますね。日拳的なこう直突きみたいなのがあるんで、はい、でハイキックが変則やから、そうですね、はい、下段振りながら変則でハイキック振ってきたりとか。なるほど、楽しみですね、はあ、さあ試合の意気込み、だからほんまに噛み合うか噛み合わないか、うん、はっきりするみたいな、はい、早い展開でかっさらう鳩宗なのか、ムエタイで追い詰めていくのか、
まあ、ほんで鳩宗君結構キャリアあるんですよ。あ、そうなんですか。はい、前回の7年ぶりの試合だったんです。そう野原さんも結構やってるんですか。僕はそんなに試合数してないんじゃないかな。彼もでも、前々回で、うん、復帰戦だった。うわ、終わった。重いっすね。ね、こういうこのスピードなんですよね。バネがありますね。はい、柔らかいですね。本当だ。ファーストアタック、まあ、蹴りだけじゃなくてパンチもスポーンで伸びてくるんで、こういうムエタイみたいな形でゆっくり構えてると、うん、そうですね、はい、足が止まっちゃうんでムエタイはやっぱり、ね、はい、ね、本当にタイ人みたいにミドルバシバシ蹴れてたら、これでミドル蹴っていけてたら全然止めれると思うんですけど、入れなくなるんですよね、はい、入りやすいですよね、何もないと。いろんな蹴りを見せてくる。ハトムネムナを青いグローブオーソドックススタイル、対する赤いグローブサースポースタイル。おお、はい、今テンポがずれてましたね。そうですね、和田とこうやってテンポね。おお、同じ右のハイキック、はい、強いですね。右の蹴りしか見せていない。たたたた、まだやってた。ハトムネ君まだやってた。まだですね、はい、まだですね。すごい、背中とお尻の色がほぼ一緒ですね。はい。おお、右の蹴りしか見せていないハトムネ。さっきのハイキックも2テンポ遅らせて、ね、次は一気にいったでしょ、はい、わざとこうやってテンポずらすのも、これハイキックとか振られてるのに今三日月とか蹴られたらやばそうですね。いや本当にね、はい、いろんな角度で蹴り分けてくる。うん、スピード、タイミング全てが絶妙なこの鳩剣。膝だったり三日月、お腹いってほしいですね。いやーね、ガードが高いね、はい、あ確かに高くなったんでハイキック警戒して、さあその中でもしっかりと目を殺さずにぐっと構えてるのは野原慎。ここ見てるべき。ここ野原選手見てるだけだとちょっときつくなっちゃうんで返したいですね。ってみせる。そうですね、ここ蹴りたいですね野原慎は、はい、それか組めるんやったら組んで肘、そうです、ね、左肘行った方がいいかもしれない、はい、この中間距離、この距離だとちょっとやりづらそうです、うん、そうですね。アトムレ選手の距離です。そのまま突っ込んでいって組の展開一回作ってもいいかもしれない。声を上げてるパンチ、首がどんぐらいか見たいですね、ハトムレ選手の、ね、さあここで組みたい、はい、オーブレさあ組みたい、肘からうん、はい、これでいったらまだ分かんない。そうですね、うん、距離を潰して、ね、首相撲でこかしていったりして、うん、なるほど、スタミナも削っていっていけば、さあ野原氏この距離ではなく近くへ行くことができるか。足上げしてもそのまま前へ入っていかないと。そうですね、ステップインをしながらというところでしょうか。あとちょっとスピードが鳩村選手の方が速いですね。速いですね、2店舗くらい、はい、なんでそこで打ってももういないみたいな感じになってしまってんで。あ、なるほどですね、野原選手がそこを逆に野原選手がカウンター狙いに行けるようになるとまたスピードの分、やはり野原としては今のようなミドルを蹴るべきですか。そうですね、なるほど、来た時にパンチで合わせて待ってる時は蹴って距離保ちながらみたいなのがベストですね。なるほど、お、危ない、さあ、おい、さあでも絶対蹴っていかなあかんですね。なるほどですね、さあ第1ラウンドが終了しました。あ、なんかおっしゃってたみたいにやりにくそうですね。そうですね、第1ラウンドからダウンダウンでした。アニさんいかがですか。はい、ね、見ててもなんか鳩宗選手のペースに持っていかれて、うん、ね、ちょっと戻してなんかすごいやりにくそうな、ね、感じが、ね、はい、見受けられました。寒かった日いかがですか。そうですね、まあ、鳩宗選手みたいな日拳とか、はい、伝統派空手の人は前後のステップするでしょ、はい、あれやってる時でも自分が調子乗ってる時なんですよ。あ、だからあれのリズム作られだすと野原選手ってそのままの位置で止まってたらどんどんやられるんですよ。あ、なるほどですね。だからもうさっき朝井選手言われたみたいにもう一回首の展開取りに行ったりだとかして、はい、崩してどこまで削れるか試していかないと。朝井選手、ここ野原選手に何を望みますか。ムエタイとして構えてジャブでやっぱ距離取ってそこからミドルのタイミング見つけてきてほしいんで、ジャブと前の手の取り合いですね。相手がサースポーなんで自分がやっぱり右側に外に回ってあげないといけないんで、今こうやってみたら、はい、逆に鳩宗選手が、ね、左取ってしまうと、はい、ハイキック蹴りやすくなってしまうんで。あ、なるほどですね、外側へと今掛け蹴りを見せましたね。おい、おナイスハイ、ナイスハイキック。さあ1ラウンドロカブを取るかのようにハイキックを見舞っていく、うん、野原選手もねよく練習、地方の選手なんですよ。山口県の相手とかもいてないながら一生懸命自分で練習するタイプなんで、はい、今回も仲間に
たくさん鳩村選手の真似をしてもらって練習したから、ここで余裕かましたから、もう行かないで、ここは蹴りたいですね、野原選手。なるほどですね、来てくれてるんで、あー距離が、はい、なるほど。さあ要所要所で、だが1ラウンドでダウン食らったあのハイキックが飛んできます。このペースで野原選手行ってたら、ちょっともうちょっと出したいですね。そうですね、崩したいですね、ここは。スタミナはね、野原選手あると思うんで、はい、2でこの組んで、組の展開作って削って3持って持ち込んで、はい、取り返せれるんやったら取り返したいし。なるほど、うん、おっと、綺麗なワンツー、遠い距離から前後の動き知らせたらこういう、あのー、ナイス、いいね、今の同じようにタイミングをずっと左のハイキック、今のハイやったらまともに当たってたんですね、はい、パンチから蹴りつなげたいですね、今みたいに、うん、ね、ああいう場面増やしていければ、そうですね、はい、左左がいいから、左ストレートからの左ミドルハイがいいんで、そうですね、先ほど出たような、おっと危ない、膝が飛んでくる、しかも結構ノーモーションに近いミドル蹴れるんで、うん、はい、野原選手が、はい、もっと使っていくべきですね。そうですね、もったいないですね、この入ってちょっとピクって動いた瞬間とか蹴ってあげれば、うん、相手の動き止めれるんで、はい、うん、セコンドから策が与えられるか。さあこの距離だ、この距離だ。さあ野原何をいける、手いいですね、そこから膝まで、そうですね、つなげたいですね、いい場所取れてるんで、縦位置入った、うん、首相撲いいですね、あ本当ですか、首相撲で入っていった方がいいかもしれないです、ね、あなるほど、2ラウンドはもうそれで削るべきっす、あじゃあどんどん距離を潰していきたい、うん、さあ野原足もちょっと止まってきてるんで、うん、鳩村選手が、はい、確かに前後のステップアップがない、前足上げても首つかみにいっちゃった方がいいかもしれないです、ね、あなるほどですね、さあそこの作戦は織り込み済みか、おっと、あ惜しい、さあそこで鳩村選手もあのフック危ないですね、鳩村選手もっと蹴りたいですね、そうですね、うん、ここ惜しい、アトムネの顔を浮かぶような蹴りをこの2ラウンド見せていく野原慎、うん、第2ラウンド終了です、さあ、あっという間に第2ラウンドが終わりました、さあ、参加代表いかがですか、第2ラウンド、そうですね、もう本当にね、あの1ラウンドから言ってるんですけども、はい、まあ、足上げして距離潰して組んで削って最終ラウンド持っていかないと、はい、やっぱり鳩村選手にダウン取られてるんで、確かに、だから3でいかなあかんというんやったら2で削っとかなあかんですよ、あ、はい、やっぱり削り足りない、ま、そうですね、まあでもまだ分かんないですよ、1ラウンドあるんで、あ、はい、さあ朝日選手いかがですか、そうですね、やっぱダウンがあるんで、うん、もう2ポイント取り返すにはダウン取るしかないんで、それか逆転 KO 一発狙ってほしいですね、やはり第3ラウンド同じようにミドルをどんどん使っていくべきですかね、やはりそれかフェイントからのハイキックだったり、やっぱりあ、ハイキック、はい、あと首相撲で肘狙いに行ってみたりして、うん、あやっぱり今までやってない展開、いろんな展開増やしていってほしいですね、うん、なるほど、中途半端やっぱり中間距離を与えずに近くになるか、もうしっかり蹴るか、遠くの距離にいて蹴っていくか、もう近く入っちゃうかの強弱つけた方がいいですね、なるほどですね、中途半端な距離にいると一番もったいないです、さあそこが見どころの第3ラウンドが始まりました、危ないですね、今のフックとかも内側から、なるほど、さあ鳩宗もこの最後のラウンドいろんなものを見せてこようとします、さあそれに対する野原慎、さあ右のハイキックを見せる、ここは左を出したいところですね、そうですね、左ストレートからの左ミドルハイがいいんで、はい、それかノーモーションのハイキック振ってから見に行くとか、あこの後蹴らないと、ここではそのまま鳩宗劇場が続いています、ここはおっと、はい、このワンツー速いですね、このワンツー速いんですよ、なんかちょっと堀口さんみたいなパンチ打ちますね、確かに、はい、もう伝統派とかね、そうですね、あのステップもちょっと若干似てて、はい、確かに似てる、本当にこの前後のステップっていうか、これを知らせとこういうやっぱり遠い間合いから入ってくる選手は得意ですよね、確かに、さあもっと蹴っていきたい、さあアンリさんいかがですか、最後のラウンドです、はい、ね、イベントどうなるか全然わからないっていった感じですけどね、うんうん、もうこれがもう本当ラストのラストなんでね、そうです、これあの会見で鳩村選手中の中のやる気って言ってましたけど、これも、はい、特上ですよね、そうです ね、 ね、今もかなりやる気出してもらえてると、はい、ね、でも2個じゃなくてあそこから3個4個いってほしいですね、ああなるほどですね、タンタンところまではいいんで、タン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 って4個とかまでいってほしいですね、あの最後の印象までもっと持っていきたい、はい、
さあ、そこだと、このストレート。あ、今みたいなパンチの展開でね、組みに行くとか。ああ、なるほどですね。先ほど大変がおっしゃった。さあ、ここで組めるか。相手がパンチで来るときは、負けてる人はもう肘で合わせに狙いに行ったりとかした方が。肘、はい、もう切ったりしたらワンチャン全然あるんで。こういうパンチのところで肘入っていくと、やっぱり勇気がいるもんですか。そうですね。でも相手が、はい、サウスポーなので、はい、縦肘がやりやすいですね。そうですね。相手がフックとかで入ってきてくれれば、前の手の。そしたら、自分は前の手の縦肘で。危ない。なるほど。さあ、そういうイメージ、50しかない。戦略が浮かぶか、野原慎。さあ、戦況止まっている。さあ、蹴りを返す。さあ、野原慎。蹴る。おーっと、強く振り切る。やっぱちょっと後手になっちゃってますよね。そうですね。はい、パンチの印象が強いんですかね。自分からやっぱ仕掛けていかないといろいろ蹴りたい。このワンツーが早いのと、ワンツー意識してたら外からハイキック飛んでくるでしょ。なるほどですね。まあ、なんか厄介は厄介です。なんか間合い潰さないと。なるほど。もう足を上げて、もう前に入っていく。これ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 欲しいです。これいかない。ラスト肘振って欲しいですね。そうですね、はい。今みたいなイメージで。あ、10秒しかない。ここは行かないといけない。おーし、肘に行きたいですね。いや、さっきの縦肘良かったですけどね。あー、しかもここで第3ラウンド終了。お二人の願い叶わず。鳩宗選手にした素晴らしい動きですね。トリッキーな動きかと思えば、あの伝統派のワンツー、あれがすごく光る第2ラウンド、第3ラウンドでした。そうですね。しかもあのワンツー、ジャブストレートじゃなくてパターンでリズムちょっと 1.5 テンポぐらいで打ってるんで、速かったですね。 1-2 じゃなくて反拍で打ってるような。はい、なるほどですね。だからまあ、ああいう選手ってこう後ろ足のこう踏み込みのこう蹴り足が強い、速いんですよ。蹴り足が強いからパパンって打ってるんで。ハトムネに1票。2回2ポイント取られてる。さあ、勝者、孤高の変態トリッキー、ハトムネ宗男。まあ、だからやっぱりこの鳩宗君みたいなトリッキーな選手をファースト抜いたら絶対ダメなんですよ。ファーストで一番何来るかわからんのか、はい、距離感もわからん、角度もわからんのに、ファーストを普通にこう抜いてたら振って変えられるじゃないですか。絶対俺とも動き回るっすよ。とりあえず動き回って、とりあえず出させて角度と距離感を覚えないと。なるほど。そこから作っていかないと、なかなか3ラウンドじゃ捕まえきれない。そうですね。しかも一発目が変則的なハイキックだったんで、うん、そうですよね、うん、見慣れてないんで。ちなみにあの声を聞くのもあれですが、朝日選手がもし鳩宗選手タイプのファイターと戦うとしたら、はい、どういう狙いでやっぱ行く。僕は多分パンチと肘でガツガツいっちゃうと思います。あ、蹴らずに蹴りの距離を潰して。あ、なるほど、はい、あ、なるほど。やはりミドルキックっておっしゃっていたが、やっぱり自分に置き換えると、ここはパンチの肘で、そうですね、距離で。あ、なるほどですね。ボディと、はい、フックとかで潰して。あ、なるほどですね。